Exile Akira が15日、自身のインスタグラムを更新。メイクで、別人のようになったショットを公開した。Akira は、中国歴史上の、覇王項羽と、愚鬼の話、狂劇でも有名な演目の1パートを、曲、ランテージョで演出します。そして、私は、歴史上ストーリーの登場人物、恐れ姫を演じさせていただきました。このステージを通して、演者が、舞台に対する情熱、堅守そして、敬意の心を表したいです。あ、ちなみにこれ私 EXILE AKIRA です笑いと綴った。